元ラットつくまムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます、今回は意外と知らないシリーズ座学、7段、リアサス周り、パラレバーのご紹介です。その前に前回の6のデュオレバーのまとめです。もうちょっと絵を消しちゃったんですけど、実際のところテレスコピックサスペンションで乗られている方が初めて BMW に乗った時に、どうしても、ブレーキング時にフロントのモーションをフロントのサスペンションの動きを使って、コーナリングをすると、そういった、いわゆる体で覚えた認識があると思うんですね。その部分を、どちらかと許容しやすいのはデュオレバーかと思います。テレレバーの場合はその部分がもともと対策されて、結局ある意味こう全体的な 見方で見ると、ブレーキング時のモーション、加速時のモーションが、逆の動きをするということになりますので、そうですね、新しいオートバイだと理解し直してこう乗る必要があると思うんですが、デュオレバーの方がどちらかというとこう歩み寄りやすい構造なのかもしれませんということで、まとめでした。でテレレバーなんですが、あ、ごめんなさい、でパラレバーなんですが、パラレバーのまず言葉の意味、パラレルレバー、パラレルレバーストラットなんですね。パラレル平行、レバーですね。でストラット、パラレルレバーストラット、パラレバーっていう意味ですね。すみません、これが登録商標かどうかのちょっと確認をすいません、ちょっとしてませんでした。おそらく登録商標になってるかと思います。構造です。ピボット部がまずあるとして、結局スイングアームが、こうあるわけなんですが、 BMW のシステムって、この、まずスイングアーム内にシャフトドライブが入ってる構造なんですね。ここにファイナルドライブのデフがあって、で、これで、もうちょっとこっちから見てたんでもホイールがこう見えなくなっちゃうんで、ここにこうスポークに相当するものがあったとしたら、こういうことですね。でこの部分に、トルクアームをつけるためのパーツが出っ張ってて、ちょっと見え的にはこうなりますので、ここにこういうふうになると、こういう構造になります。そして、ここの部分ですね、ここの部分が独立されてるんですね。もちろんここもそうなんですが、乗られてる方はもう見てますよね。大概このゴムの部分が乗られてる方ですと、このゴムの部分が結構劣化したりとかで交換の相談とかよくあるんですけど、こうなってます。この中のシャフトの構造は、どうなってるか、上から見た図でちょっと説明しますと、ファイナルギアのドライブがこうですね、あったとすると、ここの部分ですね、この部分に相当するところが、実際、ジョイントが入ってるわけですね。ユニバーサルジョイントですね。でそしてここにもう一度、もう一箇所ユニバーサルジョイントがあるという構造ですね。でここに、ギアボックスと、クラッチが、エンジン外するところがつながってくるという構造です。これで機構が成り立っているということです。パラレルバーシステムは後輪誘導機能と動力伝達機能を組み合わせているということですね。はい、これが実際加速最中になると、それで、サスペンションがどちらかの方向にこう動くという感じになってくるわけですけど、なぜこういうシステムをもともと考案しているかというのは、メーカーの方で回要素を設計した上で、こういう設定にしたということなんですけど、実際他メーカーの車両ですと、スイングアームシャフトドライブの車両とかですと、別個の結局システムなので、やっぱりそれなりにこうネガな、悪い部分があるということですね。実際この構造に相当するものを通常の車両に、換算すると、こうなります。スイングアームがもしあるとすると、
横にリアタイヤが位置します。通常これと同じ動寸ですとこの辺りにスイングアームの長さが来ますので、ここにリアタイヤが来ます。いわゆるロングスイングアーム仕様の車両をこの寸法でやり直していると、ロングスイングアーム、実際押し付ける力がテコの原理長い多いということですよね。まあ長さで分かりますよね。まあ理解要素の話になってちゃうとややこしくなってちゃうんですけど、まあ支点とか力点とかの作用点とかそういう話になってくるんですけど、これでロングスイングのスイングアームに相当するものがこれで、達成されているということです。これが約 1.4 メートル以上らしいですね。はい。BMW はもともと各機械要素の分なるべくメンテナンスフリー化を目指しているわけなんですが、この構造自体、メンテナンスしなくちゃいけないところっていうと、デフオイルであったりとか、いわゆるオイル部分ですね、あとギアボックスのオイルであったりってところで、基本的に、メンテナンスがほとんど必要がないというところがいいところです。まあ、前回のご紹介したデュオレバーもテレレバーも、その角部分に関しては10万キロのチェックで済むと。ゴム関係が劣化したら当然交換しないといけないんですが、こういうところですね。基本的に、メンテナンス売りです。機械要素で凝っている、国っていうとイタリアの方面の、会社が多いんですが、いずれも、角部分のメンテナンスで非常に費用がかかるというところで、それが逆にオーナーさんの味なのかもしれませんが、 BMW の場合下手したら通勤とかでも十分使えるレベルで、すごく耐用年数が長いという耐久性があるということです。もともとこの考案は、1986年、まあ、約30年前にこれ考案されたシステムになります。非常にこうもう30年も前にもすでにこのレベルをやってたってことがすごい驚異的だと思います。その時代の国産車は、まだここまで全く到達してないと思います。ただ実際バブルの時期がありましたので、80年代後半一瞬開発力の力の差は、一瞬、日本車の方が優勢だった時期もありますが、現行で、やはりこう生き残ってる車両が少ない、考え方もどちらかっていうと、BMW に、ちょっと思わせるような機構のものもありますので、やっぱり、BMW というのは、最も正しい工業製品を作っているメーカーだと言えます。世間的にはプレミアムブランドとして、まあ、認知されておりますが、特に機械に関してすごく真面目に作っているメーカーだってことをご認識ください。以上をもちまして、今回はパラレバーになりました。次回また、第8弾、お楽しみにしてください。モトラットスコアムービーでした。